ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチビットラン始めていきましょう。今回はテレビの武蔵野ホーネッツです。公式戦どのチームなの。川上が強いです。出てくるかどうか見てみましょう。悪いムードがありますからね、打ち破りたいですね。疲れは溜まってますけど、果たして選手権緊張です。さあ決めました。どうだ2点目。どうだ2点目決めました。
前半終了です。ミオが疲れてるね。やっぱり中盤がこのゲーム疲れる必要、疲れてる、疲れやすいよな。中盤を育てることがすごく大事だと言えますね。さあ後半行きましょう。では大事です。ん、どこ、サヨに来た、サヨ直接行け。スローインですね。結構疲れが溜まってきだしている。これで交代枠を使い切りました。エリカです。勝ったエリカが投げます。フレッシュな状態です。エリカはゴールキック、お、あーと、なんでクルミパスを出すんだ。飛び込めないか。エリカ飛び込んで、これコーナーキックになりましたね。3点目が欲しい。お、直接。さあ、これを誰が取りに行くか。クラリスです。勝ったクラリス。おっと、危ない危ない、オフサイドですね。助かりました。パスのリスクはこれもあるんですよね。さあ、すいません、今これもオフサイド、鍋の音が調理中です。一人暮らしなんで、いろいろマルチタスクでやってて大変なんですよ。さあ、このか、やっと、何をやってるんだろう。こう細かいところですね。ボールキープ力が重要ですが、ゴールキックになります。おお、なんかすごい、窓から蹴って、そこにゴール前クルミがいたが、これは残念ながらオフサイド。ただこの姿勢は、攻めの姿勢は良い。さあ、もう残り時間もわずかになってまいりました。マンザーもいいな。ノーホイッスル。さあ、もうアディショナルタイム、試合終了です。前半で取った2点を守りきりましたね。前半なんでいきなり、もうやっぱりパスですよ。モエがもう近くまで持って行ってたおかげで、最後の先制が決まったということになります。このチャンスでしたね。が
くるみをちょっと決めきれない、緑外してしまいます。でもすぐ緑でした。フェイントですね、これ。三角パス裏を固めてます。ショートコーナーみたいな形になったかな。ここ結構ピンチでしたね。ディフェンダーの頑張りもありました。逆に一気にチャンスになります。コーナーキックになります。7個、これすごいですね。直接狙いに行こうっていう気合。やっぱ勝ちはいいですね。流れをよく良い方向にします。再度首位に立ちました。9勝2敗5引き分け、勝ち点が32です。2位がリマス大阪、3位がメンソーレ那覇、4位がキャピタル東京。みんな強豪チームですね。残留は決定。次はなかなかのチームですよ。まあチームだったというべきか、サンダーボルト、なかなか強いですね。総力とかスタミナかな。スタミナですね、これは。こちらは強い。まあ比較的やっぱり B、C が多く抜けないチームだと思います。結構でかい気がします。はい、事務所に戻ってまいりました。といってもこの木はスカウトできないんですが、はい、次の試合に向けてまた頑張っていきたいと思います。サンダーボルトも戦もしっかり勝っていきたいですね。以上になります。ゲーム動画でいこう。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。説明欄には過去のカルチョビッター R でをプレイした動画プレイリストに URL 載せております。こちらも良ければご覧ください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。カルチョビット R をプレイいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。